待ち、そん、それ、中、新ま、ぜ、それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。俺は別に無難に済ませてだけだ。お前の敵決めって金出せよ。邪魔だ。昨日頃からなんか親父っぽい服着てたよな。そうだったか。ああ、たまに好きな服選べるって時もよりによってそれ買って服ばっか手に。なんだ魚、黙って財布出せ。後悔する。いらっしゃいませ。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえに来た。おい、まさか。入り口に近い方が下座で遠い方が上。それくらい知った。知っててもじっ、バカ。いらっしゃい。ああ、そうだ。
いや、かしこま。ほう。なん。いや。キャ。な。どうも山根さん、お久しぶりです。ああ悪いね小田さん、なんか面倒なことになっちゃって。うちの新人。立花不動産の桐生です。いずどう、名刺交換は挨拶の基本だ。キリュウ、こちら。なると山。ええ。船員。はい。そいつまだで、私もちろん。はい。ごひ。さ、もともと。そん、お察しします。でもご安心ください。あ、ヤクザの。いや、時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよ。ま、それあ、いつほんで天。わかりました。あとは我々に。話、ま、戦友。そこは俺の腕の見せ所だな。なんだ。あ、はい。かしゅ、それじゃ。はあ。キリュウ君。あ、おわ、すまん。いらっしゃいませ。気が気に食わねえ。なんだ。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。でいいんだろ。よし。で、ここに線。ああ。それじゃ行くぞ。ああ。続くでだよ。おで、ま、いや。し、そ、河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。よりによって最も後ろ盾は見ての通りだよ。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたら。
じま山、ま、おっとてめえまあまあそれに怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな、もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。山主さん、おい、いえ、わかった。何？ああ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
っとこの面気に食わねえな。邪魔だ。そうですね。そうですね。サムライ。
そうですね。いや。Hey man。ああ。Hey。Marco White。いらっしゃいませ。稼ぐぜ。ちょっと寄ってきません。
の金でどうだ。ジャリン稼ぐぜ。相手は小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。な、なに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度は由美ちゃんに待ってみたいな。歓迎するわよ。はい。おい、なんそう。
俺